今回の動画は胸のたるみと背中の贅肉にとっておきな筋トレです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、胸のたるみや背中の贅肉落とすために効く背中の自重筋トレを紹介します。この筋トレなんですけども、初級、中級、上級と3種類紹介しますんで、まあ自分に合ったねレベルのメニューをしてもらえたらと思います。基本的にはですね、胸のたるみ、背中の贅肉両方とも背中の筋肉の衰えから来ています。基本的な背中の筋トレっていうのは懸垂とかね、あとはマシンを使ってね、こうやって引く動きとか、意外と自重でね、背中をトレーニングする方法っていうのは意外と紹介されてなくてですね、まあ、今回意外と珍しい動画かなと思います。ではまずね、初級編から紹介していきます。はい、まず初級編なんですけども、ちょっと分かりにくいんですけども、すいません、この壁を使ってやっていきます。まずですね、足元見えないんで申し訳ないんですけども、足を壁から少しね、これぐらい足を離して足つきます。で、今度は肘を肩よりもちょっと下ぐらい、真横は結構大変なので、ちょっと下ぐらいにしてもらって、体を少し前に出します。で、ここから肩甲骨を寄せる感じで、壁から背中を離します。いきます。1、2、3、ちょっと地味なんですけどね。こういう感じです。OK です。体重をしっかり壁につけてもらって、肘を後ろに押す感じで、肩甲骨をぐっとね、寄せていきます。これで結構背中が鍛えられます。では中級編です。はい、次に中級編なんですけども、椅子を一脚使ってやっていきます。もちろん椅子の幅にもよるんですけども、この椅子の間にですね、体を通してもらって、これでですね、肘は真横よりも少し斜め下です。で、この椅子を持ってもらって、膝を曲げてもらって、お尻を上げて、体をキュッ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 という感じで体を持ち上げていきます。引く動きが背中のトレーニングですから、椅子を持ちながら体を浮かせるっていうことで、肩甲骨が寄ってですね、背中が鍛えられます。5回やっていきましょう。1、2、3、4、5といった感じです。ラストはですね、椅子を2脚使ってやります。ちょっと角度的に見えにくいと思うんですけども、体が入るように間を空けてもらって、両方にですね、肘をつきます。肘をついて、こういう感じの姿勢を作ります。足はね、できるだけ90度です。お尻を浮かして、こっから肘をしっかり椅子に押す感じで、肩甲骨を寄してですね、背中を鍛えます。やってみます。5回です。1、2、3、4、5といった感じになります。お疲れでした。ちょっとね、動画的にめちゃくちゃ地味なね動きなんですけども、自重で背中を鍛えて、しかも負荷がねある程度あるいいトレーニングになる方法っていうのは、こういった感じしかないです。体重を背中にかけて背中を寄せる、あとは椅子に入って体を浮かせる、あとは椅子に肘ついて肩甲骨を寄せるっていう感じのトレーニングになります。あとはね、バーベルとか使ってこういう風にね押してもらってもいいんですけども、ちょっと軽すぎまして、背中っていうのはやっぱり体の中でも大きい筋肉ですから、例えば寝っ転がって胸の筋肉を1キロの重り持ってこうやってやってもですね、まあ、全然胸の筋肉って大きいので全く持つと効かないです。背中もやっぱり同じです。ちっちゃいバーベルぐらいじゃもう大きい筋肉ですから効きません。なので腕立て伏せの反対のイメージをしてもらったら分かると思うんですけども、腕立て伏せっていうのはね、手ついて体重が乗ってますよね。だから結構きついんですけども、背中も同じで、背中の体重を乗っけて、こういう逆のね、腕立て伏せと逆の動きがいいトレーニングになります。なのでね、胸のたるみがある人っていうのは、背中の筋肉なくて、肩がね、内側に入って、胸がね、たるんでるっていう感じなので、背中をしっかり鍛えると胸は張りますんで、形のいい胸ができます。あとは背中も筋肉がなければ、背中が張ってないので、張ってないってことは背中に肉が溜まっているっていう状態になりますんで、まあ、今回みたいにね、たったの5回ずつでいいです。レベルに合った種類を1日5回。やってもらうとですね、1ヶ月もあればちょっと変化絶対感じますので、よかったら毎日やってみてもらえたらと思います。勉強になった方はよかったらグッドボタンやコメントお待ちしております。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。
ました。